おはようございます。シングです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっとしたお知らせがあります。これまでいろいろとね、1年弱ぐらい発信の方を続けてきまして、チャンネル登録者の方はまだね、200人ちょいとまだ小さいチャンネルになるんですけども、今後のね、チャンネルの方向性についていろいろちょっと考えておりました。結論から言います。サブチャンネルを作ります。経緯に関してなんですけども、自己紹介じゃないんですけども、そもそもね、自分の趣味って結構多趣味なんですよね。例えば楽器であったりとか、あとはお掃除、写真、グルメ、コーヒー、旅行とか、もともとね、開けたらキリはないんですけども、そういったね、自分の中でいろいろ趣味があるんですよね。で、その趣味をね、もうちょっと、自分の趣味をね、発信する、いわゆる何でもチャンネルじゃないんですけども、そういったね、チャンネルを作って、でその動画投稿して、その欄の楽しさを共有するとともに、皆様のね、新たな趣味発掘にね、役立てていただけたらなと思っております。はい。メインはね、継続してね、写真とか動画撮影などのね、ガジェット紹介を中心に、撮影に役立つ情報を発信していけたらなと思っております。はい。なのでサブの方では、趣味チャンネルとして、YouTube の活動今後もどしどしやっていけたらなと思っております。こうね、メインのチャンネルだけじゃなくてもね、サブチャンネルの方でも、自分の発信する情報がね、少しでも皆様の役に立てたら、あるいは人生の糧になれたらいいなとね、少なからず思っております。何はともあれ趣味チャンネル始まります。これからもね、温かく見守っていただけたら嬉しい限りであります。それでは皆さん、短くなりましたが、今後ともよろしくお願いします。ジングルです。バイミー。